えーとそれではあのー、本日最後の発表に移りたいと思います、えー、東京芸術大学の佐藤道真さんに、えー、美術史の枠組みということで発表をいただきたいと思います、えー、よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますただいまご紹介いただきました東京芸術大学の佐藤道真と申します 今日の私のタイトルは美術史の枠組みとしておりますがここでは特定の問題よりこれまで行ってきたことの中で美術史の枠組みに関係するいくつかの重要な問題についてごく簡単にまとめながらそれらが現在どのような状況に直面しているのかを少し考えてみたいと思います次お願いします具体的には概念ジャンル用語地域 イデオロギーなどの問題です美術の機構組織については今日は必要に応じて言及するのにとどめたいと思います次お願いします美術とジャンル用語まず美術とそのジャンルに関する基本的な概念と用語は19世紀後半明治維新から30年ほどの間にほぼ出揃います ご承知のように美術の後は1873年のウィーン万博で国内2つは前年絵画は1882年の内国絵画共振会彫刻は1876年高部美術学校彫刻家美術工芸は1889年帝国博物館美術工芸部建築は1897年建築学会でそれぞれ公式名称として現れます。 以後これらの名称は機構組織の名称として使用されたことで近現代を通じて美術制度の基幹的な枠組みとして機能することになります。次お願いしますその特徴は第一にほぼ全て完成用語として成立したこと第二に西洋の移植概念ながら全て看護役されたこと。 第三に古今東西の美術すべてに対して使用可能な汎用性を持ったことです次お願いいたしますそれらに並行して戦後現代に現代美術用語として現れたのが立体平面アートといった語です立体平面は公的には1970年の第10回現代日本美術展で使われます これも漢語ですがここでの特徴は第1に移植概念ではなかったこと第2に平面あ絵画に変えて平面彫刻に変えて立体とするという断りがあったように既存概念への否定による新たな造語だったこと第3にその際あえて人文学的な意味や背景を持たない無機的な物理的用語として平面立体という語が選ばれたことです。 この言葉自体はすでにありました。そのため現代美術専用の用語として使われ他の美術への汎用性は持ちませんでした仏像や仏画が釈迦平面阿弥陀立体と書き換えられるようなことはなかったわけですまたアートの語はカタカナつまり意訳ではなく音訳だった点が注目されます1970年代頃から使われ始め 当初はミニマルアートやコンセプチャアルアートなどのようにアー,トのアートの前に特定合感し現代美術の中の種類を示すものでしたしかし1990年代以降特に0年代以降は美術とも現代美術とも異なる長領域的な新動向の新しい動向の総称としての意味合いを強く持つようになりました今学生さんの世代では アート、アーティストと名乗る方が多く画家彫刻家などはまだ混在していますが美術家まして、まして芸術家という事象はほぼ聞くことがありません権威主義的、アナクロ的な響きになりますこの美術とアートの現在的な関係についてはまた後ほど触れます次お願いいたしますえ美術と芸術話を戻します 美術が医薬の看護として成立したとき、西洋側の言語として意識されたのが、クンスゲベルベ、あるいはシェーネ・クンスト・ファインアートだったとすれば、こちら側の前提となったのは、芸術という語だったように見えます。ただ、近代以前の芸術は、陸芸、霊学者、商業数から占い、時に農業などまで広範な領域を含み、 領域性よりむしろ優れた技術というレベルを示す語でしたそこから近代に今言う芸術の諸領域絵画彫刻音楽文学などがまず美術とされ旧芸術に含まれた他の領域が芸の字を残す演芸あ演芸,芸能武芸工芸演芸などになりました。 ところが諸領域の芸術を示したはずの美術が神戸美術学校や東京美術学校といった実際の現場では視覚芸術に限定されたためほどなく美術は包括概念ではなく音楽や文学と並ぶ一つの領域となり新たな包括概念として芸術が現在の意味になったのだと思われます。あれ これに並行するように戦後現代に戦術の先ほど述べましたアートや武芸に対するスポーツ、工芸に対するクラフトなどが新たな動向のめあのスポーツは美術関係ありませんが新たな動向の名称として現れます。え注目されるのは新しい語は常に既存の用語の淘汰ではなく並立によって新旧の墨分けとして機能していることです。 書画と絵画、絵画と平面、彫刻と立体、工芸とクラフト、美術とアート、いずれも同じです。そこではしばしば違いや定義が問題となりますが、目的はむしろ、新旧や外来既存の美術の接合、並存といった重構造の優先にあったのではないかと思われます。これは、この科研の美術の再構築、アップデートが実質、 再建・改修・新築のどれをイメージするかといった問題にも関係するかもしれません次お願いしますえ美術のものと人先ほどの図は美術の看護としての成立を前代との関係から見たものでしたがこの図は丸枠の中の左の書書がちょうどここ書がちょうどといったものの呼び名やその右の長項・投稿 その右の彫刻、陶工といった人や技術ジャンルの呼び名が美術の成立でどう変わったかを示したものです。まず画工、彫工、陶工といったこのこの列から先に見ますと、近代以前の美術は職能としては工の芸あるいは匠民の工の字の匠の芸として工人つまり職人の技術としてありました。 身分制で言えば死の交渉の甲の階級にベースがありその上で御用絵師は武士身分を持つえといった階級美術として分化していましたそれが近代に美術そのジャンルとして絵画彫刻美術工芸が成立するとここですが成立すると人も美術家画家彫刻家美術工芸家のとなりました ただ美術となったのは甲野芸匠の芸のうちハイレベルの部分だったため例えば初期の内国環境博覧会での美術を示すものという奇妙な言い回しはこのハイレベルを意味したものでした、まあ、このハイレベルの部分だけがま美術になると残った通常レベルの職人技が工芸それが機械化されると工業となりました そしてこの美術に近年になってアートが新たに加わったことになります工芸に対するクラフトも戦後に加わりました次にこの左側の物の,の呼び名についてこちらですが物の,の呼び名についてこうした前代までの呼び名は社会的慣習としては近代以降も使われ続けますが美術としてのものの呼び名は作品という語に統一されます これはジャンルを問わない統一名称で、数量の数え方は点や件。です。次お願いします。前代のものの呼び名は、キャプションや所蔵品目録で言えば、素材形状の項目。素材形状の項目に屏風掛け軸絵巻き、これで言えば資本木が一服ですが。といった記載として、形をとどめることになりました。 この素材形状がジャンルを決める実質的な要因でしたが逆にそれがしばしばジャンルの判定を迷わせることにもなりました次お願いします初期の博覧会で絵付けのある工芸品が書画の部類に出品されたの,したのはこれ,ですあれこ,れこれは音痴くからですの図案ですけど、まあ、こういうような工芸品がということですが。 博覧会で絵付けのある工芸品が初夏の部類に出品されたりしたのは絵があることを優先基準としたためですがでは例えば生き人形はなぜ彫刻ではなく人形だったのかこれは通常彫刻は木や石金属などで作られ人形は人が肌身に触れる布や紙本物の髪の毛などを使うという暗黙の前提があったためと思われます次お願いします。 大きさも分類を曖昧にします。自由の女神は？自由の女神は形は彫刻ですが、後方は建築です。仏像は彫刻で、下長は工芸ですが、下長は欧米では彫刻とされていることもあります。ただ、その下長も根付くらいに。小さくなれば工芸です。 こうしたある種の割り切れなさは、逆に絵画、彫刻、工芸といったジャンルが、後発の後にできた分類と枠組みだったことを端的に示しています。その過去への投射と分類ということです。次お願いします。この素材形状大きさとジャンルの関係は、前衛美術などでは整合しなくなり、現代美術ではジャンル自体が意味をなさなくなっていきました。平面立体はそれゆえに作られたのだと言えます。次お願いします。 ジャンルのヒエラルキー、美術史という語を名に関した B の美術ウィーンの美術史美術館が絵画彫刻のみの展示となっているように、西洋での美術史は絵画彫刻を上位に建築学があり工芸が工芸は含まないことが多いジャンル構成になっています。このジャンル構成を移植したことは、そのそれまでの前述の項に関する職能として。 ジャンル的には並立して並立していた既存の状況に大きな歪みとねじれを生むことになりました建築は主に工学系で扱われたため美術の問題としてはあまり疎後が生じることはありませんでしたが上位ジャンルに昇格した絵画彫刻はいいとして混乱を極めたのが工芸でしたそこでは次のようなことが起こりました次お願いします 第一にもともと工芸の比重が大きい日本美術を工芸を含まない西洋美術のジャンル体系に押し込めたこと第二にそこから外れた工芸を高家不高家ジャポニスムが好んだため日本はそれを富国のための産業政策で扱ったこと第三にところがそのジャポニスムも工芸を美術として扱ったわけではなかったため美術工芸という妥協の領域を作ることで ようやくシカゴ万博で。産業館ではなく、美術館への展示に成功したこと、次お願いします。第4にしかし、こうしたズレが結局は浮世絵工芸を中心とする。ジャポニスムによる西洋での日本美術館と絵画彫刻を中心とする。あ絵画彫刻を中心に工芸も加えた。日本での日本美術史館という。 欧米、日本それぞれの似て非なる2つの日本美術館が成立したことでした。え、このギャップは今でも続いています。次お願いします。しかし、世界的に見れば絵画彫刻を中心かつ上位とする。西洋のジャンル体系がどこでもそうというわけではありません。むしろ例外的です。アジアでは絵画彫刻工芸が並立していますし、偶像禁止を厳格に守る。イスラム圏では？ 絵画彫刻がが少なく逆に文様やレリーフが発達しています,次お願いしますではなぜ西洋で絵画彫刻が上位ジャンルとなったのか結論だけ言えば私はそれがそもそもは今言うジャンルの問題ではなく絵画彫刻が神や王の偶像メディアだったことに起因しているのではないかと考えています。 偶像の体現メディアだったことが派生的に絵画彫刻を重要ジャンルとしたのではなかったかということです。古代中国で王権を象徴したのは同期であり、真ん中ですが。日本での三種の神器は玉剣鏡という工芸です。このこのこれがあの三種の神器ということではありませんが、伊勢神宮のものではありませんが。見,見たことありませんし。<laughs> <laughs> 王や神や王を偶像化しない場合それを象徴するのは神器や神法といったいわゆる工芸になります美術の出発点でのこの違いはその後の美術の在り方にも根本的な影響を与えているように見えますしかし美術史ではその違いが検証されるより美術史という学問を先導した西洋美術のジャンル体系がいわば世界基準として敷衍されていったのだと思われます次お願いします えここまででが前半です。次が美術史の枠組み広域美美術術史史。と一国美術史 <coughs> え日本美術史は西洋美術史をモデルに作られたものですが西洋日本東アジア各国の国立レベルの美術館博物館の美術史展示を比べてみると その内容の枠組みと構造に大きな違いのあることがわかりますまず欧米の大規模な美術館ではよく見慣れた風景として中世美術ならドイツやフランスルネサンスはイタリア17世紀はオランダ18世紀はフランスやイギリス美術を中心としながらそれらを時系列に展示していますえ国が違ってもその形式はほぼ同じです つまり基本的にヨーロッパ美術史を共有して展示し自国の美術はその一部となっていることがわかります,次お願いします一方東アジアでは日本、韓国台湾、中国いずれの国立,博物国立博物館でも基本的に自国の一国美術史を中心に展示しています。 実際の歴史では樹仏道三教儒教仏教道教三教の美術や水墨画が広く共有されていたにもかかわらずそれらは現在の国家の枠組みで分断されていますつまりヨーロッパではヨーロッパ美術史という広域美術史を共有し東アジアでは自国一国美術史を展示していることになりますいくつか具体的に見てみましょう次お願いします ルーブル美術館では、1階にミロのヴィーナスなどの目玉作品を置き、2階と3階に古代エジプト、ギリシャ、ローマから19世紀のヨーロッパ美術にまで至る一大コレクションが展示されています。次お願いします。オーストリア・ウィーンの美術史美術館は、ヨーロッパの覇者ハプスブルグ家が収集した全ヨーロッパにわたる美術のコレクションを 大化の作家ごとに展示室を割り当てた贅沢な展示をしていますこうしたヨーロッパ美術史の展示はヨーロッパ諸国だけでなくヨーロッパ文化圏としてのロシアアメリカの大美術館でも同じです次お願いします一方東アジアの場合これは日本の東京国立博物館ですがジャンルと時代ごとを複合させた日本美術史の展示になっています次お願いします 韓国の国立中央博物館も同様に、ジャンルと王朝を複合させた、やはり自国自国美術史の展示になっています。次お願いします。台湾の故宮博物院も、ジャンルを優先しながら。時代順を組み合わせ、中国美術史を展示しています。次お願いします。北京の故宮博物院は、旧紫禁城の各建物を展示館、展示館としながら。 やはりジャンルを優先して時代順を組み合わせて,て中国美術史を展示しています次お願いします美術史の枠組みとアイデンティティ広域美術史を共有するヨーロッパと一国・自国美術史を中心とする東アジアではその枠組みを支えるアイデンティティとはどのようなものなのでしょうか結論だけ言いますと全部飛ばしちゃってすみませんけど <laughs> 結論だけの繰り返し <laughs> 大きく見ればキリスト教美術を中軸とするヨーロッパ美術史はキリスト教という宗教一方の東アジア各国の自国美術史は国家という政治体制にそれぞれ移居しているといえます唯一心境のキリスト教圏はイスラム圏と対峙する,対峙することで強い求心性を維持しているともいえますがそもそも多宗教の東アジアの場合 宗教は広域としての共通項ではあっても国国家と自自美術史の枠組み自体を支えるアイデンティティィではありません現在の国家枠と自国美術史を支える最大のアイデンティティは対比的に言えば韓国北朝鮮日本は民族主義あるいは民族意識中国台湾は中華思想というべきあの国名の頭にもついている中華思想というべき価値観と考えられます。 これが自国美術史の自国国家という枠組みを支えている最大要因ですが一方各自国美術史の質に強く関与しているのが社会体制とイデオロギーですす次お願いします日本での日本美術史はまず近代の国家主義によって帝国あるいは公国の歴史として作られ戦後の民主主義化によって日本美の歴史へと質転換されました。 えつまりイデオロギーの転換と日本美術史の質転換が同じ国家内で時,刻時系列上に起こりましたえこのことは歴史認識も解釈する側の認識ソフト次第で変わることを示しています次お願いしますところがその点で言えば東西体制がなお存続している東アジアでは同じ歴史を持つ韓国と北,北朝鮮中国と台湾が 異なるイデオロギーと社会体制の国として地理塾上に並立していることになりますその違いが同じ歴史の認識解釈にどのような違いを生んでいるのかあるいはいないのか大変興味のあるところですこれについてはまだあの明快な答えをあなたからも伺ったことがないためご存知の方がおありでしたらぜひご教示いただければ幸いです次お願いしますただこの 東西体制への分離分裂は20世紀後半のことです主に各一国美術史への分裂はむしろその前19世紀の開築所の崩壊と以後の東アジアの分裂対立の中で各国がそれぞれバラバラにナショナリズムを基軸に自国の歴史観を構築してきたことに起因していると考えられます次お願いしますつまり分裂した東アジアの近現代が 美術の歴史と交流の実態をも国ごとに分断してきたのだとすれば実態を反映した東アジア美術史の構築は東アジアが近現代を彫刻できるかどうかの重要な資金石となることが予想されますただこれについてはそれを東アジアという地域,地,地域枠で切り取ってしまっていいのかまた近年模索されつつある世界美術史への動向なども視野に入れて考える必要があるかもしれません 中国にとってはおそらくなぜ自分たちの東側とだけ地,地域、広域美術史をやらなくちゃいけないのか、多分そういうことになると思いますそれをでは拡大するとどこまでいくのかという線引きは逆に <laughs> 難しくなるかもしれません、ただ世界美術史というようなグローバルな美術史は今まさに模索中ではありますが、名品主義であれば可能かもしれませんが、逆に文脈がないということになりますので、これはまだやっぱりなかなか難しいなという感じがいたします次お願いします。 美術とアート、最後に本科研まで至る制度研究も行われた1990年代以降の美術の政策と制度環境について制度環境を美術とアートを対比,対比させる視点から考えてみたいと思います先に述べましたようにアートの語は1990年代以降政策の新たな動向の総,総称としての意味を持つようになりました 現在では若い世代の作家の多くがアート・アーティストと称し美術家と名乗る人はほとんどいない状況になっていますところが一方美術館や美術大学美術学部その中での絵画家彫刻家といった機構制度の方は制作表現上の実態との不整合を生じながらもまだ大きく変わってはおりませんつまり美術の制度疲労は 機構組織より政策表現が先行する形で顕在化し、政策の現場では美術からアートへと移行して、美術が逆に使われなくなっていったこと。実はこれが美術の制度研究検証が始まった根底にあったので、根底あるいは背景にあったのではないかという気がします。次お願いします。そう考えれば、美術の制度論が美術館や博物館美術史研究や文化財保護の側からではなく。 北沢範明さんによって現代美術批評の側から提起されたことも納得がいく気がします。気候,気候組織側の危機感が本格化したのは独立行政法人化国立大学法人化美術館の閉館などが現実となった2000年代に入ってからと見てもいいかもしれませんそうであれば市場が入りますが 美術史や文化財保護側から制度論を始めた私が90年代にあれだけ叩かれたのも少し分かる気がします被害妄想かもしれませんえ制度疲労が始まってもそれなりに健康だった気候組織に無理やり検査を受けるよう狂弁したようなものだったのかもしれず少し反省も感じます私が制度論を避けられないと思ったのはもともと私の専門だった近代日本画の関係者 フェノロサや岡倉天心が美術学校博物館文化財保護美術史のいずれの創始者でもあったからでしたただ今政策の現場が世代論的には既に美術からアートに移行しているとするなら、まあ、するならですが本科研での美術の再構築アップデートが政策表現機構組織制度の,あ制度のど,ちらどちらを対象とすることになるのかあるいは両方かという問題は結構考えるべきとことかなと思います で制作現場のしかし大学という組織にいて美術史を専門としている私にとってまさに自分自身の問題であると実感させられております、まあ、このアートのアートと美術の問題はあの支持基盤として言いますと美術は最初は国家戦後は国家国民大,大衆で美術館もその場にそれをほぼ あの支持基盤、背景としてきたわけですが、90年代以降のアートは、むしろ情報社会で人のつながりも税金、あるいは自治体という枠組み、あ税金じゃない、の納税者あ、同じですか、とかでは、枠組みではなくなっている、情報社会であれば、むしろネットユーザー的なあり方になっているかと思います。ただ、その脱美術のシステムがアート、脱っこ美術のシステムがアートだとすれば、美術館とか、いわば美術学部、美術大学、 とかがいわばどういう方向に行くという,いうことになるのかこの組織制度側の再構築っていうのは結構考えようだなというふうに思っております次お願いします以上ですありがとうございました <laughs> はいあり、えー、ありがとうございました